はい、小林です。本チャンネルでは現役アパレル販売員の小林がファッションをより楽しんでいただけるような情報を発信しております。コーディネートのハウトゥーやお買い物動画、時には買って公開したものなどをお届けしますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで本日はブログ形式で、アパレル販売員の僕の恐れ多いんですけれども、休日の過ごし方の一部をお届けできたらなと思っております。今までずっとファッション系の内容の動画をお送りしていたんですけれども、ちょっと Vlog 形式の、僕のこう身近なことなんかもお伝えできればなと思っておりますので、気軽に感想などコメントをお願いいたします。では、続きをどうぞ。でしょうか。動画内で、購入したものをちょっと紹介したいと思います。一つ目がコムデギャルソンで購入しましたこちらの T シャツです。見えますかね。ちょっとこの T シャツを紹介する前に、この包装用の袋が個人的にすごいというか、
あ、なんかアパレルも少しずつ進化してるんだなって思ったので紹介させてください。ちょっとこちらにこの袋についての、まあ、説明のようなものが書いてありますので、ちょっと読ませていただきます。はい、このバッグは植物由来の生分解性プラスチックです。OK コンポストおよび BPI 習得のバイオ PBS を 100% 使用しています。長期保存には向きませんということで、こちらの袋バイオ PBS という原料でできたプラスチックということで、まあバイオ PBS っていうのは何ぞやということなんですけれども、琥珀酸と 1.4 ブタンジオールを原料としたプラスチックでございます。植物由来、植物を由来とする琥珀酸を原料とすることで、生分解性に優れており、これ最終的にこの袋っていうのは水と二酸化炭素になる、分解性がございます。素晴らしいですよね。しかもこの技術っていうのが三菱ケミカル株式会社のものでして、製造だけでなく販売も行っているそうでございます。まあ、ぜひこの袋、サステナビリティに優れたこの袋気になった方なんかは、三菱ケミカル株式会社の、ホームページおよびこのバイオ PBS の説明ページなんかもあるので、ぜひ見てみてください。概要欄に載せておきます。はい、ちょっと話が脱線しましたが、ちょっとこの説明をするためにこの袋は取っておきました。はい、なんかこういう袋が増えていくといいですよね。なんとなくやっぱり普通の袋に比べると、なんていうんですかね、透明度がちょっとないんですよね。うん、なんかちょっとこう工業用っぽいというか、なんか袋って透明度めちゃくちゃ高いと思うんですけど、なんかこんな感じで、はい、ここら辺が分かりやすいかな、この透明度なんですよ。なんか触った感じも、なんて言うんですかね、シャカシャカ感がすごい強いというか。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。僕今着てるんですけど、このプレイの T シャツ久々に着たらなんかもう1枚くらい欲しくなってしまって、いい機会だったので購入しました。あーでもちょっとシールが、おお、シールがもう全然ダメだねこれ。すいません、綺麗に剥がすことはできなかったんですけど、はい、ではですね、まあもう皆さんもご存知の方多いかと思います、コムデギャルソンブレイの T シャツですね。本当もうスタンダードなものとなっております。接客していただいた店員さん曰く、こちらのグレーの色は青山店限定の色みたいです。インド綿を使っているのも南青山店限定みたいなことをおっしゃってましたね。ちょっと間違っていたらすいません。なので今僕が着ているこの私に買った T シャツとなんか若干生地感違うような気がします。なんかこっちの方がアメリカ面っぽいタフさがあるというか、なんかヘインズとかそういう感じのタフさがある一方で、こちらはサンスペルのようなちょっとこうぬるっとしたトゥルトゥルな感じの生地感です。着てみたいと思います。はい、着てみました。こんな感じですね。見えますかね、 XL サイズを購入しました。はい、割と着丈も長めですね。まあ、ほんとこう縦長なデザインの T シャツです。あ、でも着心地すごくいいです。はい、あともう一つですね、レショップで購入しまして、ちょっとこちらに関しては動画1本できるレベルのものなので、ちょっと今回は秘密のままで、はい、外観だけちょっとお見せしますね。はい、こんな感じです。本動画の中でもちらっと見えているので、気になるという方はぜひまた見直してみてください。ちょっとこちらの詳細に関しては
また動画作ってアップしますので、もう少々お待ちいただければと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございます。ちょっと今後ともファッションをメインにちょっとこういったブログ形式の動画も上げさせていただきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。もし楽しんでいただきましたら高評価のボタンよろしくお願いいたします。本当に僕のモチベーションになっておりますので、ちょっとですけどもよろしくお願いします。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。